おい、おい、ついに、ついに来るのかよ。グリキン TV Everyday。ブンブン。ハロー YouTube、グリキンです。うまくない？うまくない？っていうところでね、ついに次回作の情報が出てきました、公式から。いやー、マジかって思って、しかも継続プレイ特典よ。まず出すのが。これはもう PSO にとっちゃもう大拍手。初めてのことです。初めて。マジで。いや、マジで。苦しんできたからな、PSO 版は。なんで息づけねえんだよって言ってたから。まあ、でも、まあ、PSO に関しては引き継げるというよりも、何かしらね、特典が本当に特典っていう感じですかね。はい。まあ、ちょっとよく見てみるとね、特典内概要に関しては、アイコニックモーメントシリーズ及びレジェンドの選手保有数に応じて、スペシャルエージェントプレゼント。マッチでプレイした幸せに応じて、スペシャルエージェントプレゼント。特典の詳しい内容は今後の幸せをご確認くださいという感じでございますね。この2点。まあ、嬉しいよな。まあ、アイコニックモメント及びレジェンドの数に応じてって書いたけども、俺はなんか FP とかも対象にしてくれよと思ったけど。な、ほんまに。な、FP とか、なんか CS とかどこ行ったあれ。ほんま、どうなんのあれ。またなくなるのほんま。いや、理由わかるよ、正直。アイコニックモメントとかレジェンド以外の、まあ、FP を出してしまったら、多分、アイコニックモメントの価値めちゃめちゃ高いからさ、なんかそのさ、やっぱり、あっちも対象にしちゃうと、なんか、アイコニックモメントの頑張って引いたのに、なんかスペシャルエージェントじゃ割に合わないじゃないか、みたいなやつが出てくる可能性がいるかもしれんのよ。知らんけど。じゃあまあいい、アイコニックモーメントは1個でいいけど、その FP とかのやつは20個で1個とかでいいや。してくれよ。って思ったけどね、俺は。個人的には。でもね、まあ、PSO でありがたい。ありがてえよ。ありがたいの、本当に。本当にありがとう。ほんまにありがとう。ありがたいです。本当に。で、マッチデーをプレイした試合数に応じて、スペシャルエージェントプレゼント。まあ、マッチデーっていうのが最近よくやってて。で、直近でね、ユーロ2020のね、マッチで、面白いのがやるよっていうやつですね。いや、これさ、まあ、見よ、マッチでは、プレッシャー試合数に応じて、スペシャルエージェント、いいよ。普通のマイクラブの試合数もやれ。いやいや、マジで。マジでそうじゃない。そうや。いるよ。1万回ぐらいしてるやついるよ、多分。1万回。グリーンさんとどうなんの？ほんまに。マジで。なあ、上限もあるといえど。だってこんなに試合数マイクラブしたのに最初にマッチデイってなるやん。急に。最初から言っておきよ、みたいな。まあ、継続特典っていうことなんで、まあ、ソフトとしては出るんじゃない？多分アップデートみたいに騒がれてるけど、アップデートか、じゃなくて、これ継続プレイ特典やから。そう、引き継げるってわけじゃなくて、まあ、前のね、データを持ってたら、まあ、この特典としてもらえ、スペシャルエージェントもらえるってやつやから、まあ、モンハンとかもそうや。モンハンとかも新しいね、やつ買った時に、まあ、やつ持ってたら、まあ、なんかその、なんか、いい武器もらえる、チケットもらえたりするでしょ？まあ、それと一緒やん。だから多分新しいやつがバンって出て、アップデートじゃなくて出て、で、それで、スペシャルエージェント配ってくれるっていうことなんでしょうって思ってます。はい。まあ、これちなみに PS4 なんで、まあ、アプリはまた違った感じになるとは思うんですけど、まあ、アプリ正直もっとっていうか、普通に引き継がれるんで、まあ、こんな PSO にとっちゃもう最高のね、出来事なんじゃないかなと。ほんまじゃ、ジョホールバルや。ジョホールバルの歓喜のように、もう大歓喜だよ。マジこのお知らせ出た瞬間に、うわー !PSO! バンザーイ！ジョホールバル！はい、っていうところで、去年のアプリのね、引き継ぎをちょっと見てきました。はい。で、まあ、この画像、まあ、パッて見てもらった通り、まあ、スタンダード選手は引き継ぎ選手っていう、まあ、また別枠やね、普通の。なんか2020とはまた別枠の選手としてもらえる。まあ、ノーマルかな。うん。能力は一緒やけど、引き継ぎ選手とスタンド選手、能力は一緒だけど、まあ、なんかライブアップデートは C 固定だったりっていうのをもらえるっていう感じでしたね。で、非搭載はスタンダード選手をチケットか何かでもらえるみたいな感じではございました。注目選手に関しても、引き継ぎ選手。で、これもスタンド選手。で、レジェンドに関してはレジェンド選手、スタンド選手みたいな感じでございました。まあ、来季も多分こんな感じになるんじゃないかなと思います。それプラスアイコニックモーメントだとは思うので、アイコニックモーメントに関しては、
なんかね、拡大したアイコニックモーメント新シーズンへのアップデート時に引き継がれるらしい。って書いてある。うん。書いてるね。で、まあ、ライセンスとかリーグ状況によって、拡大したアイコニックモーメントは利用できなくなる場合があると。対象のアイコニックモーメント新シーズンが新シーズンで継続利用できない場合は、アップデート時に引き継がれずに別の選手に交換されるということでございました。っていうことはもうアプリはもう気にせんでいいよね。もうというかアプリはもうだって基本アイコニックモーメント持ったらもう引き継ぎできるから別に全然引いたっていいんじゃないか。あ、でもそれより強いとか出てくんのかな。来季2021のアプリがめちゃめちゃ気になるよね。まあね、 PSO はまあこんな感じで引き継ぎができるっていうこと、引き継ぎじゃないな、得点がもらえるってことなので、まあ今ね、まあ、アイコニックモーメントを引くんじゃなくて、レジェンドっていうか、おっちゃっていうかさ、レジェンドオンじゃ重ねへん方がいいや、今は。いや、マジで。今はレジェンドを片っ端から引いて、で、んで、スペシャルエージェントを来季にもらえるっていう準備をしといた方がいいかもしれません。はい。で、マッチデーをね、13日が始まるらしいんで、そこでちょっとめちゃめちゃプレイして、スペシャルエージェント皆さん、ゲットしましょう。どうも、グリキン TV でした。うまくない俺。お疲れ様です。